して。どうぞどうぞ、靴のまま、靴のままどうぞ。靴、はい、靴のままどうぞ。おはようございます、おはようございます、おはようございます。どうぞどうぞどうぞ、こういう、どうぞ、寒かった。おはようございます、シャローン、シャローン、おはようございます、シャローン、シャロン。ちょっと忘れてますね。おはようございます。というところからありがとうございます。大変だったですね、というところから。寒くてね、でもきっと来てよかったと思って帰られると思いますよ、ね、はい、皆さん、私たちはイエス・キリストに向かって礼拝します。私たちは1週間の最初の日の日曜日に集まって礼拝します。それは私たちがイエス・キリストによって救われて、神の子になって、その真理が分かるようになって、そして私たちはその私たちが作られた目的は私たちを作ってくださった方を礼拝するためだということが分かったからです。私たちは、生きる、生きている目的を知ったんです。以前は何も知らなくて、何か時間つぶしのような人生 だったかもしれません。以前は欲で生きていて、自分の好き勝手に生きていた人生だったかもしれません。しかし今私たちはそういう虚しい人生ではなく、意味のある人生、将来が、保証されていて、将来天国に行って神の国を受け継ぐという、子供はですね、父親の財産を受け継ぎますよね。ですから私たちは神の子になったということは神の国を受け継ぐんです。この人生が全てじゃないんです。この人生は終わってしまう人生です。天地は滅ぶ、しかし神の言葉は永遠に、残る。アメン。ですから私たちは、この肉の人生が終わった後、永遠の神の国がに入ることができます。それが私たちの希望です。私たちの、その喜びです。私たちがもし天国にがなければですね、もう希望がないのと同じなんです。多くの人が生きる意味がわからないというのは、その生きる意味を与えられてないからですね。本来は私たちが作られた目的があるんです。人間が作られた目的がありますけど、その人間の罪によって、神と断絶したことによって、その作られた目的が失われているんです。神との関係が失われたために、私たちは生きることが失われているのです。生きる目的が失われているのです。生きる、ね、目標が失われているのです。ですから多くの人は迷っているんです。多くの人は苦しんでいるんです。何のために生きるかわからない、その何のために生きるかわからないから探していると言っても見つかりません。このように生きる目的がないからです。このように本当の目的がないからです。私たちはイエス・キリストに会って初めて目的が与えられるんです。目的を知ることが許されてるんです。アメン。ですから兄弟姉妹の皆さん、しっかりと信仰で歩もうではないでしょうか。私たちも目的のないような生き方ではなく、私たちは目標ゴールに向かってですね、パウロが言うように、そのまっしぐらに後ろを見ないで前を見て、義の栄冠、命の冠を受けることを信じて信仰で歩もうではないでしょうか。アメン。皆さんの信仰がその力強い信仰になってほしいのです。皆さんの信仰がはっきりした信仰になってほしいのです。
皆さんの信仰が希望と喜びで満ちた信仰になってほしいのです。兄弟姉妹の皆さん、皆さんは愛されています。イエス様に愛されています。決して疑ってはいけません。神の愛を疑ってはいけません。イエス様が十字架にかかったのは皆さんを愛しているからです。皆さんの代わりにイエスキリストが死んでくださったのは愛が動機です。皆さん、十字架を見て愛されていると信じましょう。皆さんは愛されてますか？アメン。皆さんは愛されてますか？アメン。証拠は十字架です。証拠です。イエス様はおっしゃいました。全ての人のため、全ての人のため。ああイエス様は全ての人と言わないでください、私のためだけだと言ってくださいって皆さん思いたいかもしれませんが、それはちょっとダメなんですね。私のためだけじゃなくて全ての人のためなんです。でも私のためでもあるんです。アメン。皆さん一人一人のためでもあるんです。十字架は、ね、全ての人のためですよ。皆さん一人一人のためですよ。十字架は全人類のためですけど、個人的なものでもあるということです。誰も漏れてないということです。誰も漏れてないんです。皆さんのためなんです。アメン。そこに私たちの信仰の原点があります。ああ私のために十字架にかかって死んでくださったから私は愛されてるんだということが初めてわかるんです。イエス様がまず私たちを愛してくれたんです。愛してくれたから愛が分かったんです。愛されてないと思ったら愛が分からないんです。愛というのは、愛というのは愛されて分かるものなんです。誰も愛してくれない、親も愛してくれない、誰も愛してくれないと思ってる人は愛が分からないんです。そうですよね。愛が分からないから、愛されてるということが分からないから自暴自棄になるんです。ああ私は愛されてないんだ、ああもう私は生きてる意味がないんだ、ああ私はもう価値のないものだと。多くの人はですね、愛されてることを知らないから自暴自棄になってるんです。愛されてることがね、よくは知らないから誰も愛してくれないから、もう死んだ方がマシだと思っちゃうわけです。愛がわからないから生きる意味がわからないんです。愛されてるということを知らないから生きることが楽しくないのです。でも兄弟姉妹の皆さん、皆さんは十字架を知って愛されてるということが分かりましたよね。だから生きる意味が分かったんですよね。愛されてるならば、愛されてるならば生きていいんだ、愛されてるならば生きるべきなんだ、愛されてるんだから自分の存在があるんだということです。アメン。愛されてるからね、愛される価値があるんだということです。そしてそれは十字架によって分かったんです。十字架によって分かったんです。十字架を見て、ああ私のために死んでくださったんだ。皆さん、愛っていうのはですね、犠牲が必要なんですよ。皆さん誰かにプレゼントあげるとき、プレゼント買わなきゃいけないでしょ、ね、皆さんが誰かを助けるとき自分が犠牲払うでしょ。時間の犠牲とかエネルギーの犠牲とかでしょ。愛っていうのは犠牲が必要じゃないですか。じゃあ最高の犠牲とは何ですか。最高の犠牲っていうのは命を捨てることなんですね。つまり十字架っていうのは最高の愛なんですよ。最高の愛を表してるんです。皆さん、私たちは最高の愛で愛されてるんです。最高の愛で愛されてるんです。でもその愛というのは皆さん何ですか。いやいいですって言ったらもらえないわけでしょ。プレゼントあげますよ、いやいいです結構です、ね、助けてあげますよ、いや結構です、ね、何か私にできることありますか、いや結構です。愛されますか。愛されませんね。愛を受け取るためには、ね、その愛をその
受け入れないと愛されませんよね。それが皆さん、十字架もそうなんですよ。イエス様は皆さんを愛しているけど、私の愛を受け取りなさい、私が愛してるから愛を受け取りなさいと、十字架なんです。アメン。ああイエス様、あなたが愛してくれるなら愛をください、愛してください、あなたの愛を受け取ります。それは信仰なんです。皆さんはその愛を受け取ってクリスチャンになったんです。その十字架の愛を受け取ってクリスチャンになったんです。イエス様ありがとう、最高の愛、最高の愛をありがとう。ああ私は本当の愛を、ああまた電話ですね、来る方マナーにしてくださいね皆さんね。でもね、あの皆さんのためにマナーにしてなかったんですね。あのマナーにしたら聞こえなくなっちゃいますからね。ギリギリ間に合いましたね、よかったですね。もうこれも神様の導きですね、間に合ったということですね。アメン。皆さん天国行くにも間に合わなきゃダメですよ。皆さんもう死んでからじゃ遅いんです。生きてる時にイエス様を信じないと間に合わないんです。再臨が来る前に信じないと間に合わないんです。もう時間が近いんです、再臨が近いんです。まあ寿命が近いかどうかっていうのはちょっと分かりませんが、でも誰だっていつ寿命があるか分かんないですよね。ですから若い人だって分かんないですよね。だから皆さん、時間がまだあるときに、間に合うときに愛を受け取ってください。イエス様の愛を受け取ってください。イエス様ください、私はあなたの愛が必要です、あなたの愛をくださいと、それが救いなんです。イエス様に愛されることが救いなんです。イエス様の愛を受け取ることが信仰なんです。イエス様の愛を受け取ることが永遠の命なんです。永遠の命がないと永遠に生きられないんです。永遠の命がないと天国に行けないんです。永遠の命がないと生きることが苦しいんです。永遠の命があってこその、永遠の命があってこその人生なんです。ですから皆さん、私たちは信仰によってイエス様の愛を受けながら歩もうではないでしょうか。イエス様の愛が必要なんです。私たちには必要なんです。毎日必要なんです。いつも必要なんです。いつも必要なんです。この礼拝で受け取りたい、イエス様の愛を受け取りたいと思ってください。そして私たちのために死んでくださった方を賛美しましょう、ね、この方が素晴らしい愛を持っておられて、私たちのために死んでくださったという素晴らしいその愛を、愛に向かって賛美 しましょう。十字架に向かって賛美しましょう。神の愛を賛美しましょう。私たちのために死んでくださった方を賛美しましょう。礼拝しましょう。喜んで感謝して礼拝しましょう。アーメン、アーメン、アーメン。
収めよ主イエスよ。
アメン。偉大なあなた、ご飯です。偉大なあなた、たたえます。喜びが君に満ちる。光をまとう。あなたの姿、暗闇は逃げてゆく。我が主よ、偉大なる主よ、偉大なる神、力ある君、イエスよ。御手の中に解き放たれ、作られる父に御霊、一つの神、我らの作り主、我が主よ、偉大なる神、力
が主よ偉大なる神力ある君イエスよ ハレルヤ。皆さん、主に向かって賛美することは素晴らしいのです。偶像に向かって賛美してもダメです。イエス様に向かって賛美することが本当の賛美です。アイドルに向かって歌を歌ってもダメなんです。イエス様に向かって歌わなきゃダメなんです。イエス様に賛美することは私たちの力です。イエス様を賛美することは喜びです。油注ぎ来てるでしょ、来てるでしょ、アーメン。私たちは本当に誰を礼拝するかが大事なんですよ。信仰っていうのはね、
信仰すればいいっていうことじゃないんですよ。誰を信じるかが大事なんです。でしょ？誰を信じるかが大事なんです。私たちは本当に本当に信じる方を見つけたんです。それはイエス様です。イエス様が私たちの救い主です。イエス様が私たちを探しに来てくれたんです。私たちはまず選ばれたんです。見つけられたんです。イエス様が、その失われた羊を探すように皆さんの人生に来てくださって皆さんを選んでくれたんです。ですから私たちはイエス・キリストを信じれるようになったんです。私たちが見つけたんじゃないんです。イエス様が皆さんを見つけたんです。アメン。わお、私たちはイエス様に見つけられてイエス様を信じるように導かれたんです。以前は知らなかった、十字架のことを知らなかった、イエス様のことを知らなかった。しかし今私たちは知ることができたんです。そしてイエス様を礼拝する特権を与えられたんです。イエス様を礼拝することは特権なんですよ。特権なんです。選ばれたからできるんです。天国に入るのも特権ですよ。誰でも入れるわけじゃないんです。天国に入れる人は命の書に名前が記されなければ入れないんですよ。アメン。でも私たちは選ばれて信じることができたので命の書に名前が記されているんです。皆さん一人一人の名前が記されているんですよ。天国の入り口に大きな真珠の門があります。その真珠の門をこう入って天国に入るわけですけど、そこに天使が一人います。そしてその天使がですね、この命の書の書を持っているんですね。で、あなたの名前、あ、ないですよって言われたら入れないんですよ皆さん。入る予定だったんですけどないですよってショックですね皆さんね。だから皆さん命の書に名前が記されるような生き方をしましょう。私はあなたを知らないなんて言われたらショックですよ皆さんね。私たちはこの地上でイエス様と個人的なコミュニケーションが必要なんです。イエス様という名前を知ってるだけじゃダメなんですね。イエス様という名前だけ、名前をほとんどの人は知ってますよね。イエスキリストの名前を知ってます。そうじゃないです。個人的なコミュニケーションが必要です。皆さんはイエス様に毎日祈ってるじゃないですか。イエス様に心を、ね、開いてイエス様に祈ってますよね。それが天に記録されてるんです。ですから本当に心から毎日イエス様に感謝してるならば個人的なコミュニケーションがあるんです。多くの人は祈ったこともない、感謝したこともない、イエスキリストなんて知らないっていう人はコミュニケーションを持ってないんですね。でも私のために死んでくださったお方を心から愛してます。イエス様の命令を心から愛してます。私はイエス様のために生きています。イエス様の教えを愛してますという人は命の書に書かれてますよ。信じてください。皆さんはの名前がリストアップされてます。本当にいろんな名簿がたくさんありますけど、本当に私たちに必要な名簿は命の書ですね。命の書に私たちの名前が書かれていることが、大事です。イエス様がおっしゃいました。あなた方の名前が天に記されていることを喜びなさいとおっしゃいました。私たちの喜びはそこにあるのです。命の書に名前が記されていて天国に行くことが許されていることを喜ぶんです。信じなかったら喜びませんよ。信じてますね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 。じゃあ喜びましょうね。その信じてるならば、ああ私は永遠の約束がある、永遠のね未来がある、私はもうパラダイスに行ける、永遠にイエス様と一緒に生きることができる、永遠に兄弟姉妹と住むことができる。皆さんそれ以上の喜びありますか？それ以上の喜びないでしょ。永遠に生きるということ以上の喜びがありますか？ないでしょ。この世にありますか？
ないですよ。この世で一番、世界で一番大金持ちになるよりも天国で永遠に住む方がいいですよ。アメン。でしょ。この世でいくら大金持ちになっても死んじゃったらおしまいでしょ。地獄行ったらおしまいでしょ。でしょ。私たちは最高の希望があるんです。最高の希望です。もう皆さんは天国のことをよく知らないかもしれませんが、私は天国の専門家です。天国のことをよく知ってますよ。行ったことはないんですけど、天国行った人の本をたくさん読みましたからね。もう天国はどれほど素晴らしいか知ってるんですよ。もう天国ではですね、いろんな願い事が叶うんですよね。で、天国ではもちろん病気ないですよ。そして、老化もないです。ですから私も永遠に30歳ですね。永遠に30歳年取らない、死なない、もう疲れることもないし、飽きることもないし、ね、悩むことがないんです。わお、想像つきますか。もう誇りもないんですよ。もうここは誇りだらけかもしれませんが、誇りもない、汚れてますけど汚れもない、ね、もうこの部屋はちょっとあの古くなってきましたけど、古くもならないんです。皆さん信じられますか。そういう世界があるんですよ。そしてもちろん争いもありません、いじめもありません、ね、ビットコインもありません。もう本当に良い、愛し合って助け合って喜び合う世界です。想像つきますか。素晴らしいでしょ。本当にそういう世界があるんです。そういう世界に行くことができます。だから私たちは今この地上で喜び合うのです。だから私たちはこの地上で愛し合うのです。この地上で助け合うのです。それが教会ですよね。教会というのは天国の在り方をこう作っているところです。完全じゃないです。天国は完全ですが、この地上は完全じゃないです。完全じゃないとしても、完全じゃないとしても私たちは求めるのです。神の国とその義を大事に求めなさい。神の国とその義を大事に求めなさい。そうすれば必要なものが与えられますとイエス様おっしゃいました。一番に求めるの神の国です。アメン。天国の在り方を求めるのです。私たちはですから礼拝は、私たちがこうやって礼拝することは神の国を求めているんです。私たちが喜ぶのは神の国を求めているんです。私たちが御言葉を聞くのは神の国を求めているんです。アメン。私たちは熱心に神の国を求め、将来天国に行くことを希望にして忍耐します。忍耐というのはただ我慢するということじゃありませんよ。忍耐というのは信仰をしっかり持つということなんです。で、信仰をしっかり持つということです。そのいろんな試練があるでしょう。いろんな困難があるでしょう。いろんな攻撃があるでしょう。皆さんサタンの攻撃受けてますよね。サタンの攻撃受けてますね。そのサタンの攻撃に対して、信仰の大盾で、御言葉の剣で、ね、こう信仰を保つのです。神の武具をつけて悪魔と戦うんです。悪魔と戦うんです。人間と戦っちゃいけませんよ。人間とは平和を保たなきゃいけません。しかし悪魔とは戦うんです。悪魔と戦うっていうのはどういうことかというと、悪魔の嘘に従わないということです。ね、悪魔が嘘を言うでしょ、ね、あのキューちゃん信じちゃいけないよとか言ってきます。でそれに対して私たちは御言葉で、悪魔よ退けと、ね、お前は嘘つきだ。悪魔は嘘つきだって知ってますよね。悪魔は嘘つきだ、ね、Satan is a liar。 これよく使う言葉ですよ。 Satan is a liar。 悪魔は嘘つき、悪魔は嘘つきです。だから悪魔の言うことを聞いちゃいけません。悪魔の言うことを聞くことが負けることです。
イエス様の言うことを聞くことが勝利です。わかりますか？簡単ですよ皆さん。もう暴力で勝つことじゃないんです。口論で勝つことじゃないんですね。イエスキリストを信じるか悪魔に従うかなんです。多くの人は悪魔に従って負けているんです。人生を敗北してるんです。でも私たちはもう悪魔の言うことを聞きません。イエス様だけの言うことを聞きます。イエス様の教えだけに聞きます。アメン。それが勝利ですよ。それが勝利。信仰の勝利っていうのはそういうことです。イエスキリストを信じて力強く、ね、歩むということです。イエス様の言葉を信じきるんです。疑っちゃいけないんです。天国はあるのかな、永遠の命はあるのかな、神様はいるのだろうか、この世の方がいいんじゃないか、自分の好きなことやった方が幸せじゃないか、これはサタンの嘘ですよ。アメン。皆さん、サタンの嘘に騙されてはいけません。信仰にしっかり立つんです。皆さんが学んできたことにしっかり立つんです。皆さんが聞いてきたことにしっかり立つんです。尊い信仰なんです。永遠を勝ち取る信仰なんです。神の国を受け継ぐための信仰なんです。その素晴らしいものをね、素晴らしいものをなんかちょっとした快楽で捨てるなんてもったいないと思いませんか？ヤコブのお兄さん、双子のお兄さんにエソーという人がいました。エソーは長男の権利があったんです。でもヤコブがですね、このなんとか豆、赤い豆かなんかでですね、長子権と交換しようと言ったんですね。でエソーはですね、まあ、ちょっと肉的だった人なので、お腹空いてたので長子権をたった一杯のスープと交換しちゃったんですよ。もったいないですね。エソーはですね、イサクの長男としての長子権があったんだけど、たった一杯のスープで売っちゃったんですよ、弟に。私たちもたった一言のサタンの嘘に騙されて永遠の命を失ってはいけません。アメン。たった一つの誘惑に対して信仰を捨ててはいけません。たった一つの疑いで信仰を捨ててはいけません。私たちは素晴らしい永遠の命が約束されているんです。永遠の命が約束されているんです。その尊いものを失ってはいけません。信仰をしっかり握って歩みましょう。アメン。今日の御言葉は第二コリントの5の19から21、ちょっと読みますね。第二コリント5の19から21です。第二コリント、そうですね、ですね、ローマの次ですね。ローマの次で、はい、5章ですね。5章のですね、19から21ですね、はい、すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、慰安行為の責めを人々に負わせないで、和解の言葉を私たちに委ねられたのです。こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。ここに書かれているのはですね、イエス様は先ほど言いましたように私たちのために死んでくれました。イエス様は死んでくださったんです。しかしその後イエス様はクリスチャンにですね、施設として、キリストの施設として委ねてるんです。施設というのは、まあ、大使と言ったらいいのでしょうか、使いと言ったらいいんでしょうか。私たちはキリストの使いなんです。つまりキリストのこの何でしょうかね、働きをするものとして委ねられているんです。
何を委ねられているんですか？神の和解です。何を委ねられているんですか？イエス・キリストの愛を伝える働きです。アメン。イエス様がさっきほど言いましたように、イエス様が全ての人を愛している。2000年前に十字架にかかったかもしれませんけど、今もこの21世紀の今もイエス・キリストは全ての人を愛してるんですよ。変わらないで、熱い思いで、ね、もう本当に命を捨てるような熱い思いで、今もイエス・キリストは全ての人を愛してるんです。イエス様の愛は熱いんです。だから私も熱くメッセージをします。イエス様の愛が熱いからです。だってそうでしょ皆さん、皆さん、イエス様は皆さんを愛してますよ。なんか本当かなと思っちゃうでしょ皆さん。イエス様は熱い愛で皆さんを愛してますよ。あなた熱くないですねってなっちゃいますよね。イエス様が熱く愛してるならば、イエス様が熱く愛してるならば、熱く語ろうではないでしょうか。イエス様が愛してるよ、イエス様は皆さんを愛してるよ、ね、その愛を感じると思いませんか、ね、熱い愛を感じますよね。これ自分でわざと言ってるわけじゃないんですよ。油注ぎ受けてるからそうなっちゃうんですよ。愛を受けてるから、愛を受けてるから熱くなるんです。アメン。そして私たちは、私たちを通して、私たちを通してキリストを伝えるのです。キリストの愛を伝えるのです。イエス様の和解を伝えるのです。イエス・キリストによって救われるんだ、罪が許されるんだ、あなたは愛される必要があるんだ、神様に愛されないと滅んでしまうんだ、愛されないと天国行けないんだ。本当ですよね。アメン。本当ですよね。本当ですよね。すべての人が愛される必要がありますよね。すべての人が地獄に行かないで天国に行くべきですよね。アメン。そのイエス様の愛を私たちが代わりに伝えるのです。もちろん救うのはイエス様ですし、愛はイエス様のものですが、私たちはそれを伝道しなさいと、福音を述べ伝えなさいと命令されてますよね。すべてのクリスチャンですよ。すべてのクリスチャンはイエス様に命令されてるんです。私の愛を伝えなさい、私の愛を伝えなさい、私の愛を伝えなさいって命令されてます。アメン。ですからそれをしましょう。それが人生なんです。それが人生なんです。それが私たちが生きてる意味なんです。私たちは何のために生きるんですか？イエス様の愛を伝えるために生きてるんです。それが私たちの人生なんです。それが私たちの日々なんです。それが私たちの喜びなんです。それが生きがいなんです。アメン。アメン。アメンと言った人はそうしなきゃダメですよ。アメン。アメン。まあ強制ではないです。信仰っていうのは強制じゃなくてね、自発的です。私たちは無理やり信じたんじゃないですよね。イエス様の愛を知ったから答えてるだけですね。ああイエス様が愛してくれたんだから私もイエス様を愛したい、イエス様のために生きたい、これ自発的です。イエス様はそれが欲しいのです。イエス様が欲しいのはイエス様の愛に対する応答です。イエス様が愛してくれたんですから、皆さんもイエス様を愛してほしいのです。イエス様はその皆さんの応答が必要なんです。欲しいのです。信仰が必要なんです。皆さんがどれほどイエス様を愛するか、イエス様は求めてるんです。多く許されたものは多く愛する。多く許されたものは多く愛する。私たちの罪大きいでしょ？小さいですか？皆さんの罪大きい？小さい？わかんない。わかんない。罪大きいですよね。私たちはもう誰もですね、小さい罪じゃないんですよ。誰も大きな罪なんです。まあ、ちょっとわかんない人もいるかもしれません。全ての人の罪は大きいんです。ただ見えないだけなんです。ただわからないだけなんです。神の目から見たら大きい罪なんです。
アメン。アメンと言ってくださいね。私の罪は大きい。私の罪は大きい。その大きな罪を十字架によって許されたから、大きな罪だから、大きくたくさん許されたから、たくさん愛したい。アメン。イエス様を愛する理由は分かりましたか？イエス様を愛する理由は多く許されたからです。多く許されたから多く愛するのです。愛に応えることです。十字架の愛に応えることです。多くの人はイエス様を知らない、イエス様の愛を知らない、十字架を知らない、何を愛したらいいか分からない。偶像しか愛さ、偶像を愛してしまう。ビットコインを愛してしまう。AKB を愛してしまう。違うでしょ。本当に愛するべき方はイエス様お一人です。イエス様を愛することが正解なんです。私たちは愛するべき方を知ったんです。知ったならば、心を尽くして、思いを尽くして、知力を尽くして愛するべきじゃないですか。愛する方が分かったんですから、私たちを愛してくれてる方が分かったんですから、私たちが愛するべき方が分かったんですから、愛するべきじゃないですか。アーメン。天国に行ったらですね、ああ、あなたはよくやった。あなたは私のことを愛したと、報いがあるんですよ。皆さん、イエス様に会ったとき、そう言われたいでしょ。イエス様が、あなたは私のことを本当に愛した。心を尽くして愛したって言われたいですか？だったらまだ間に合います。まだ間に合います。まだ間に合うんです。イエス様を愛することができるんです。イエス様を愛することができるんです。皆さんまだ若いですから、まだたっぷり時間あります。イエス様を愛することが人生です。そして私たちは使わされているんです。私たちはキリストの施設なので、神が私たちを通して懇願しておられるようです。神様が、ね、十字架でイエス様は、ね、ご自身を見せています。ご自身を見せて、私を受け入れなさい。私を信じなさいとおっしゃっているんです。教会になぜ十字架があるんですか？十字架が全人類に対する証なんです。私を信じなさい、私はあなたのために死んだんだ、私を受け入れなさい、私に従いなさいと、イエス様はご自身を証ししてるんです。表してるんです。十字架、もう本当に神様は優しい方です。分かりやすいでしょう。十字架、イエス様を表してるんですから、分かりやすいでしょ。ああ、そうか。十字架のイエス様を受け入れればいいんだ。十字架のイエス様に従えばいいんだ。十字架のイエス様を愛すればいいんだ。分かりやすいでしょ、十字架。もう、信仰がなくても十字架つけてる人もいますからね。もうそういう人は、大体分かってきてるのかもしれませんね。十字架を誇りましょうとかあります。パウロは十字架だけを誇ると言いました。私たちも主を誇ります。私たちも十字架だけを誇ります。他に誇りません。十字架だけを大事にします。もう私たちは偶像すべて捨てます。自分の、ね、自分の自我、自分の欲、自分の考え方、全部捨てましょう。あらゆる悪意を捨てましょう。あらゆる敵を捨てましょう。あらゆる疑い、憎しみ、プライド、全部捨てて、イエス様だけを受け入れるのです。イエス様の教えだけに従うのです。イエスキリストに会って生きるのです。それが私たちキリストの使いなんです。そして今この終わりの時代に、皆さんがそのようにイエスキリストに会って、力強く生きて、証をして、世の光として栄光を表してほしいのです。できます、できます。皆さんはキリストにあって力をもらいます。もうイエス様を愛することができます。できます。アーメン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 。
生産式を。生産式は契約です。イエス様を信じて生きていこうと決心する方は契約することができます。どうぞ契約をしてくださるといいですね。イエス様を信じる決心ですね。罪を許してほしい、罪を許してほしい、すべての過去のすべての罪を許してほしい、そして永遠の命が欲しい、永遠の命が欲しいという方は契約をしようと決心してください。契約をして、そして洗礼を受けてください。そして信仰に入ってください。信仰に入ってください。天のお父様、あなたはすべての人が救われてほしいと願っておられます。誰も滅んでほしくない、誰もサタンの餌食になってほしくない、誰も苦しんでほしくない。あなたの愛、あなたの愛を伝えたいのです。今愛されたいという人たちに愛が流れますように。今まで愛されなかった、誰も愛してくれないという方々の心にあなたの愛が注がれますように。あなたが愛してください。そのような方々が愛を受け取りますように。あなたの愛を受け取りますように。ああ、ください。愛してください。愛が欲しいです。受け取りますように。あなたの愛が流れますように。心の中に流れて、植え替えた心が満たされますように。乾ききった心があなたの愛で満たされますように。満たされますように。癒されますように。いろいろ傷ついた心が、いろいろな傷が、心の傷が、あなたの愛で癒されますように、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 イエス様の御名によってお祈りします。アメン、アメン、アメン。血の色は赤です。赤は熱い、情熱をも表しています。イエス様が十字架に流された血は熱い熱い愛なんです。イエス様の心は熱い熱い愛なんです。すべての人がその熱い愛によって命を得る必要があります。元気になる必要があります。愛のうちに生きる必要があるんです。愛の外で生きてはいけません。今日はとても寒い日ですが、イエス様の愛の中に来て心を温めてください。心を温めてください。冷たい心、石のような心がイエス様の愛によって温かくなります。皆さんの心を
温める必要があるんです。イエス様を信じることによって皆さんの心は熱くなります。熱くなります。温かくなります。イエス様を信じてください。イエス様の愛を受け入れてください。人生が変わるのです。人生が大きく大きく変わるのです。永遠の命に至るのです。天国に行くことができるのです。悪魔の言うことを信じないで、イエス様の言うことを信じてください。イエス様の言葉、命の言葉です。命の言葉です。イエス様を受け入れてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン。イエス様を信じるともう全てが変わっちゃいます。もう私たちの心にイエス様が来てくださいます。イエス様と共に歩むならばもう祝福が来ます。喜びが来ます。希望が与えられます。もうイエス様なしで生きてはいけません。イエス様と共に歩むのです。もう全て委ねてください。悩み事、問題委ねてください。イエス様が解決してくれます。自分で解決できないんです。この世のさまざまな問題、自分で解決できないんです。イエス様に委ねてください。解放されてください。自由になってください。問題から自由、罪から自由、悪魔の脅しから自由になりましょう。自由になります。解放されましょう。アメン、アメン、アメン。ありがとうございました。シャロン、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 シャロン。